絶対的に怪奇現象がやっぱ起きてるんですよね。待ってめっちゃでかいなこれ。ちょっと気分悪いな。男性の声と奥にね仏壇そのまま残ってますね。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。どうもヤカズです。はい、この画面で始まるときは僕一人撮影となります。今回ですね、またまた山口県に、来ております。で今回の場所がですね、あれどっかで聞いたことあるぞみたいな、そんな名前の廃墟となります。その名もメリーさんの家、こちらになります。僕の動画でも上がってるかと思うんですけども、まあメリーさんの館があると言われて、以前にですね、僕友達3人で、探しに行ったんですが、結局まあメリーさんの館は見つからずっていう形で、終わっちゃったんです。ただ今回のこのメリーさんの館ではなくメリーさんの家なんですけども、こちらの場所はもうすでに把握済みです。ただその場所がですね、もう僕が最も苦手とする竹藪の中をずーっとまっすぐ行ったところにいきなりドーンと出てくる2階建てのお家らしいです。で過去にこの場所に行った方たちと僕はコンタクト取りまして、体験談をちょっといろいろ聞いたんですが、まず絶対的に怪奇現象がやっぱ起きてるんですよね。で情報提供してくれた方が7人いたんですけども、この7人の方全員が後日にちょっと嫌なことがあったと言われていました。まあ、そんな場所に今回もう一人で行こうかなと思ってるんですけど、あのねもうすっごい怖いんですよね。もう今僕車止めてる周り、これもう真っ暗でしょ、何も見えないでしょ、もう僕ここにおる時点でもう正味怖いんですよ。でも今から車を降りて、まあ、200メーター300メーター歩いて、その中からもう山の中突入とか言って突入していって、もう何がしたいねんと、みんなに笑顔を届けたいんだよ、今回も行ってまいります。では行きましょう、切り替えろ流し目ホラーチャンネル。はい、じゃあ山の中入っていきたいなと思います。あ、多分これやな。ここだけなんか人工的に石が積み上げられてますんで、これが敷地かなと。てか普通にめちゃめちゃ怖いですね、すでに。もう椅子とかなんか漬物のバケツですかね、これ。テレビ、いろんなものが捨てられてます。見えましたね、あれが今回のメリーさんの家ですね。まずなんでここに家を作った、もうここちょっと情報がなさすぎてですね。では行きたいと思います。え、待ってめっちゃでかいなこれ。クソイモル、よし行こう。失礼します。待って、入ってそこめっちゃ嫌なもん目に入った。嘘やろ、ちょっと足場めちゃくちゃ悪いんですよね。まずそこはいいんですよ。奥にね仏壇そのまま残ってますね。しかもめちゃくちゃ立派なやつ。これほんまに家か。多分僕が思うにですけど、これ旅館かなんかやったんじゃないですかね。物がとりあえずすごい多いですね。家じゃなさそうですね、おそらくまあ旅館ですね。であれがもうめちゃくちゃ立派な仏壇があるんですけど、旅館じゃない、なんかそういった場所。こんだけ立派な仏壇があるっていうのもちょっとおかしいですもんね、家とかやったら。こんだけ立派な仏壇があるっていうのもちょっとおかしいですもんね、家とかやったら。劣化はかなり進んでますね。こんな感じです。
今気づいたんですけど、もう足元ずっとこんな感じでちょっと歩くのにすごい困るんですが、天井ないですね。なんか子供の、なんでしょうあれ、おもちゃではないんですけど、何か名前が書いてある、何やろあれ。すごいのがこの仏壇ですよね。やっぱりそのまま残されてます。めっちゃ傘稼いでる奥の方で。ちょっと気分悪いな。本当はですね、まあ、これは向こうの廊下とつながってるんですが、ここに階段があるんですが、うわ階段ちょっと潰れてんだけど、ちょっと階段が潰れててちょっと上行くんちょっと危ないですね。けど気になるような、ちょっと行きましょう。いや家ですね。やっぱりもともと旅館かなんかやった建物を家として使うようになったのかなと、そう思います。かただちょっと事務所デスクとかも全てそのまま残ってるので、なんなよな、会社兼家なのかなと。とりあえずも荷物の量が半端じゃないですね。1階の方が気持ち悪さはあるのかなと。なんでここがメリーさんの家って呼ばれるのかがちょっと謎ですね。ちょっと僕マイク忘れたので一旦ちょっと山を出てですね、マイク取りに行きたいんで、その間ちょっと家の中定点置いときたいと思います。じゃあちょっとこの位置で定点置いておきます。だらしめホラーチャンネル。ここが実際なんでメリーさんの家と言われるようになったのかがちょっとわからないですよね。情報が全くないんで、もうところどころですね、なんか旅館のような感じもするんですが、置いてるもの自体は家なんですよね。なんか金運書、お寺じゃないけど、そういう家のあれかな。でもそうかもしれないですね。ここで集まってっていうような感じですかね。仏壇が立派すぎますもんね。2階は正直、まあ、上がるのすごい大変でしたけど、まあ、大したことないんじゃないかなと思います。こんにちは。初めに比べたらやっぱりだいぶ冷静さは戻ってきましたね。けど僕が消えた後にですね、ちょっと僕はあのインスタライブの映像を見てたんですけども、男性の
声ともう一つの携帯からライブを確認してたら、男性のちょっと吐息みたいなのがしっかり聞こえてたんで、さっきからやっぱ気になるのがこの玄関入って左側の竹やぶなんですよね。ここがなんかちょっと違和感ありありなんで、まあ森の中ってそんな感じですね。もう特にこれ以上映すとこはなさそうなので、一旦出たいと思います。最後にちょっともう一回だけ、定点カメラ置いていきましょう。だらしめホラーチャンネル。さっき行ってきたんですか？さっき行きました、ね、で、なんかどんな感じだったんですか？家入る前になんかビデオとかなんかテレビとか置かれてるところがあって、はいはいはい、そっちの方から男の人の声が感じで、うーみたいな声が聞こえたんですよ。結構はっきりですか？そうですね、もう2人、うん、3人いて2人聞くぐらいの感じではっきり聞こえたんですよ、はい、でそれが怖くてもう自分入りたくない入りたくないって言って怖かったですね。その入るなみたいな雰囲気が本当に怖かったですね。そうっすよね。で男の声か、はい、その男の人の声ってどんな感じやったかっていうのを僕知りたいんですけど、はい、僕も男性の声聞いてるんですよ、はい、で どんな感じだったんですか？男性の声の質というか、うめき声というかその苦しそうな感じなんですか？めっちゃなんか苦しそうやったですね。やったら僕と一致しますね。本当ですか？こんだけ立派な仏壇があるっていうのもちょっとおかしいですもんね。家とかやったらこんな感じです。うわ、階段ちょっと潰れてんだけど。ライブを確認してたら、男性のちょっと吐息みたいなのがしっかり聞こえてたんで、そっちの方から男の人の声の感じで、うーみたいな声が聞こえたんですよ。南畑ダム、こちらに来ております。ここでもしも何もないって言われたところで何かあるんですよ、はい、そんな雰囲気がめちゃくちゃあるダムなの で、ディエゴにはここに座っておいてもらいます。何もない状況で10分間耐えてもらおうかなと。俺ってもうほとんどがもう首ないもんな。え、待って、めっちゃ怖いこと起きてるんですけど。このお地蔵さん、皆さんこんにちは、ヤカズです。全国心霊ツアースタートしました。これ何かと言いますと、全国各地の有名な心霊スポットを撮影して回る企画となります。また今までの撮影よりも少し体を張りまして、現地でのテント泊、こちらを取り入れて少しでも皆さんに見応えのある動画をお届けしようかなと思います。なのでまあおそらくですね、1年以上かかる企画じゃないかなと思っております。あと極力ですね、雪を避けて全国を回りたいので、行く順番はちょっとバラバラになるんですけども、必ず47都道府県すべて制覇します。またネットの情報だけだと少しやっぱり弱いので、皆さんのお力貸していただければなと思います。で現在地の方なんですけども、インスタグラムのストーリーもしくはライブの方で随時更新していきますので、今の間にフォローの方だけお願いします。でアカウント情報なんですけども、概要欄の方にも載せております。もしくはインスタグラムで直接ヤーカズで検索です。ちなみに今の現在地はこちらです。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。